広島市内の公立小中学校の多くは夏休みを終え、今日から授業を再開しました。子どもたちはどんな夏の思い出を作ったのでしょうか。おはようございます。広島市中区の袋町小学校では夏休みの宿題を抱えた子どもたちが元気に登校しました。それぞれの教室で朝礼をした後、39日間の夏休みの思い出を振り返りました。マツダスタジアムでベイスターズ戦を見に行きました。ボールをもらったので嬉しかったです。グランピングとかアクアス行ったりしました。海で貝殻拾ってアクセサリーとか作る。一方、宿題はいつぐらいに終わった？確か昨日マジホンドメイドを作った。5日間かかった。夏休み中に台風10号への備えをしたという声も。外にある鉢とかを全部中に入れる。お母さんのバッグに避難するところのものを全部入れてる。紙トイレとかが入ってるって言ってた。しっかり準備してる、ね、でっかい電気とか手にしたら。県内の公立小中学校のうち135校が今日から、3学期制の学校は来月2日から授業を再開します。